17日に行われた朝倉郡東峰村の村長選挙で初当選した真田秀樹さんが今日初登庁しました。午前8時過ぎ、東峰村法師山庁舎を訪れた真田秀樹新村長は、早速職員らを前に働きやすい職場づくりに取り組んでいきたいと抱負を述べました。真田新村長は旧法師山村役場に入庁し、2005年小石原村との合併で誕生した東峰村で総務課長や副村長を務めました。17日に行われた村長選挙では元村議会議長と前村議との三つどもえ戦を制し初当選を果たしました。応援してきた方の気持ちをですね、十分汲み取りながら皆様方にお返しできるようにしっかりやっていきたいというふうに思っております。東峰村は人口がおよそ2000人と福岡県内で一番少なく、最も人口の減少が進んでいます。真田新村長は4年前の九州豪雨からの復旧復興を最優先に、過疎対策として魅力のある村を作り人口を増やしていきたいと語りました。